先生はモサオ先生です。テキスト6、好きが溢れていたの。これから皆さんに聴いていただく曲は好きが溢れていたのという曲です。失恋して辛い時や一人で寂しい時に皆さんに寄り添えたら幸せです。それでは聴いてください。幸せだった、どうして変わってしまったの。ねえもう会えないなんて言わないで、また私を泣かせるのね。曖昧な言葉で濁さないで、誰よりもあなたのこと好きなのに、私だけ好きが溢れていたの。甘えすぎたかな、当たり前の幸せずっと続いてく、そう思っていたのにな。もしもあの頃に戻れるなら、嘘をついてもいいから、もう一度私のこと抱きしめてよ。涙がこぼれてしまう前に、ねえ私のどこが嫌だった、ちゃんと教えて欲しかったの。少しずつ離れてくあなた、行かないでと追いかけたけど、私だけ好きが溢れていたの。追えば追うほどに抑えきれず、思いがずっと募ってく、もうどうしたらいいかな。ただそばにいてほしいだけなの。重くなりすぎたのかな、あなたしか見えないの。また抱きしめてよ、心が乾いてしまう前に、その笑顔も泣き虫なところも全部あなたに似たはずなのにな。私だけ好きが溢れていたの。なのに